ケンタッキー州の軍配置図ケンタッキー州の軍一覧はアメリカ合衆国ケンタッキー州内の軍の一覧である。ケンタッキー州内には120の軍がある。軍の数ではアメリカ合衆国50州の中で第3位である。ケンタッキー州でこれほど多くの軍を作ることになった動機はまだ道路事情が悪く馬に頼っていた時代に1日で軍庁所在地まで往復できること。 あるいは隣の軍の庁舎までもついたちで往復できるようにしたことである。後の時代に政治が機能し始めると、軍民が現軍政府に満足せず、州政府に新軍を創設する嘆願を行ったという事情もあった。1891年ケンタッキー州憲法では、新軍創設のために厳しい制限が設けられていた。次のようなものである。これらの規制で、 ケンタッキー州の軍増説を抑えてきた。この憲法が1891年に発布されて以来、新軍はマクリアリー軍のみである。現存軍の中で陸地面積が最大なのはパイク軍の788平方マイルなので、現行憲法下で既存軍の一つから新軍を作ることは不可能である。新軍を作れば既存軍の陸地面積が400平方マイル以下に、 なるからである。二つ以上の軍の一部を合わせて、新軍を設立するならば可能である。ケンタッキー州で、人口最大の都市ルイビルは、修正ケンタッキー州法第67条 C の下で、統合地方政府となっている。第2の都市レキシントン市は、同第67条 A の下で、都市、軍政府となっている。レキシントン市とファイエット軍は、完全に合併が進んでおり、 軍内には他に法人化された都市がない。ルイビル大都市圏政府が作られた時、ジェファーソン軍内の法人化都市すべてはその都市としての形態を保ったが、ルイビル大都市市政委員会が全軍の政府となり、委員はジェファーソン軍全住人によって選出されている。ケンタッキー州は東部標準時と中部標準時に分かれている。下記41の軍は中部標準時帯にあり、 その他は東部標準自体にある。下表はアルファベット順である。数はケンタッキー州の軍のそれぞれにリンクが貼ってある。軍名をクリックすればその軍を表示する。ありがとうございます。